はい、こんにちは、116インズです。さあ、いよいよシーズン開幕目前ということで、毎年恒例となっている今季の順位予想、今回は NL 編です。2020年から始めたこの企画ですが、初めの2年間は低い的中率に終わってしまったものの、昨年は30球団中見事16球団の順位を的中し、3年目にして成長を感じる1年でもありました。昨年は単に順位を当てるだけではなく、上位と下位をどこまで見極めることができたかを評価する採点方式も採用していたんですが、自信がだいぶつきましたので、今年はまた純粋に順位を当てたか当てなかったか、これだけで評価します。大丈夫です、やることは一つ、順位を当てるだけ。予想の方を見ていきましょう。はい、まずは NL 東地区。昨年はブレイブス、メッツ、フィリーズ、マーリンズ、ナショナルズの並びでした。ブレイブスは2021年に世界一となったチーム以上の戦力を揃え、また新戦力の台頭も大きかったですよね。新人王に輝いたハリスやストライダーは新人とは思えないくらいの活躍でしたし、これまで伸び悩んでいたカイル・ライトのブレイクもチームにプラスに作用しました。ただこの強いブレイブスをほぼ1年間追う立場に追いやったのが2位のメッツ。これまでは大補強が空回りすることが多かったチームでしたが、ショー・ウォルター監督がチームを見事に完成度の高いチームへとまとめ上げた印象です。ワイルドカードで敗れてしまったのは残念でしたが、ブレイブスと共にシーズン101勝した強さは間違いなく示しました。3位がフィリーズ、開幕前から守備面が心配され、さらには途中ジラルディ監督を解任する事態にも発展しましたが、トムソン監督の下でチームを立て直し、久々にプレイオフ、しかもワールドシリーズまで駒を進めました。ハーパーの怪我などで打線の出来が思ったよりも良くなかった誤算はあれど、投手陣の奮闘にも助けられましたね。4位マーリンズはアルカンタラがサイヤング賞級のシーズンは送りましたが、補強した打線が機能せず浮上とはならず、最下位ナショナルズはトレードデッドラインでチームに残った最後のスター選手ソトをトレードし、時間をかける本格的な再建に突入するシーズンともなりました。さあ、そんな東地区、今年の私の予想はこちらです。優勝ブレイブス、2位かメッツ、フィリーズ、マーリンズ、ナショナルズと予想します。最終的に順位は昨年と変わらないと予想しましたが、ブレイブスとメッツどちらを優勝予想とするかについては本当に迷いました。昨年がそうだったように、今季も順当にいけばこの2チーム162試合戦ってもほとんど差が出ないような状況になりそうですが、個人的にはブレイブスの投打のバランスの良さはより好みであるところですし、ショーン・マーフィーの加入によってプレミアムなキャッチャーのポジションもさらに強力となりました。ここにさらに昨年のような新戦力の台頭、開幕ローテにシュスターとドッドが入る見込みとのことですが、昨年のストライダーやライトみたいなブレイクを迎える選手が出てくれば、今季も最後にブレイブスが上に来る展開は十分あり得るかなと。数少ない懸念事項としては、ショートスワンソンの穴がどう響くかくらいでしょうか。ということでブレイブスを優勝予想としたわけですが、ただ2位メッツも昨年以上にブレイブスを脅かす存在となりそうですよね。バーランダーや千賀選手の加入などコンフも大型補強に動き、必要なポジションもしっかり埋めてきましたので、昨年以上のチームにはなっていると思います。ただ気になるとしたら、エドウィン・ディアスが WBC で大怪我をし、今季絶望となってしまった点、ロバートソンやオッタビーノとの契約でこういった事態にも備えてはいたものの、それでも MLB でトップクラスに支配的なピッチングができるディアスの代わりが務まる選手はおらず、昨年よりかはゲームの後半苦労する展開はあるかも。ブレイブスとの差がわずかと考えると、それが決定打ともなりかねない点はちょっと気になるかなという感じですね。3位フィリーズは昨年ワールドシリーズには進出したものの、地区の中では上の2チームが強力すぎるがゆえにまだ3番手という印象。ただ当然弱くはなく、ターナーの加入、さらにハーパーの復帰時期が早まったりですとか、カスティアノスが復活したりなどすれば打線がチームを牽引し、優勝をも狙う展開は考えられそうかなと。ワールドシリーズまで駆け抜けたブルペンの疲労が少し心配ですが、そこも厚めに補強していますし、特にタイガースから獲得したソトがアルバラード2世のような存在となってくれたら面白そうですかね。4位マーリンズはコンフ明確にコンタクトヒッターを集め、昨年のガーディアンズのような躍進を狙うチーム、チザムジュニアやデラクルスあたりのブレイクを含めて打線が機能すれば、強力な先発陣も相まって地区をかき乱すポテンシャル自体は秘めているかもしれません。ブルペンがやや不安で、かつ上位との差はまだありそうですけどね。5位ナショナルズはまだまだ再建中。投手のトッププロスペクトであるカバーリのトミージョン手術が残念でなりませんが、メジャー、マイナーともに今年も若手たちの成長を見守る年となりそうです。続いては中地区。昨年はカージナルス、ブレイブス、カブス、レッズ、パイレーツの並びでした。カージナルスはゴールドシュミット、アレナドのコンビが共に MVP 級の活躍を見せて打線を牽引したほか、プホルスが後半戦に全盛期を思い出し、ドノバンやヌートバーなどリーグ平均以上のバッターもしっかり揃えていた点も強かったですね。投手陣はリーグの真ん中くらいでしたが、打たせて取る投手陣と守備の良さも相性バッチリでした。2位ブルワーズはペラルタが怪我で離脱したり、後半戦はブルペンがリードを守れない場面も目立ったりした印象で、強みであるはずの投手陣にいつもよりか少し不安も多かったのかなと。打線がリーグ平均程度ということもあって、投手陣をカバーするまでには至りませんでしたね。また地区首位を走っている中でクローザーのヘイダーをトレードしましたが、
この動きを疑問視する声も選手から出たりと、チームケミストリーの面でも難しいところはあったかもしれません。3位カブスは昨年明確に再建には突入せず、ある程度戦えるチームは用意したものの、上位2チームを脅かすほどにはなれませんでした。トレードデッドラインで売れる選手を着実に若手選手に変え、またメジャーレベルで随所に若手の成長は見られましたので、再建自体は前進しています。4位5位のレッズ、パイレーツは共にシーズン100敗で同率。レッズは開幕3勝22敗スタートの割には持ち直した印象で、逆にパイレーツはもう少し勝てそうな雰囲気ありましたが、まあこのあたりは再建期特有の難しさですかね。さあそんな中地区、今年の私の予想はこちらです。優勝カージナルス、2位かブルワーズ、カブス、パイレーツ、レッズと予想します。今季もこの地区での総合力がトップなのはカージナルスと考えました。アレナド、ゴールドシュミットの中軸はやはり強力ですし、そこに引退したモリーナの穴を埋めるべく、強打のキャッチャーコントレラスも加入、打線はパワーアップしたと言えるでしょうし、ここにすっかり日本でもおなじみとなったヌートバー、開幕ロースター入りを掴んだトッププロスペクトのジョーダン・ウォーカーあたりのブレイクも来るようだったら、打線は本当にリーグでもトップクラスとなれそう。補強しなかった先発陣にやや不安があり、ウェインライトがいきなり離脱してしまったのも不穏ではあるんですが、マッツやフラハティのバウンスバックに期待しつつ、必要に応じて昨年のキンターナみたいな途中補強でうまくカバーしていきたいところです。2位予想のブルワーズはペイロールの制約もある中で、レギュラークラスのウォンとレンフラを手放すことになってしまった点がマイナスでありますが、ウィンカーのバウンスバック、ウィリアム・コントレラスの活躍次第ではそのマイナス以上のプラスを出せる可能性はありそう。ただロースター全体としては昨年よりかはちょっと計算しにくい布陣にはなってしまったかもしれませんね。その点をカージナルスと比べてしまうと、地区の中では2番手となってしまうのかなと。3位カブスは今季もダークホース的な存在となりそうです。スワンソン獲得を筆頭にかなり積極的に動き、打線も全体的に底上げが図れたと思いますが、コンテンダーと呼ぶにはまだ少し投手陣にクエスチョンマークが多いかも。上を狙えなさそうな状況であれば、契約が今季で切れる選手をトレードデッドラインで若手に変えるムーブに回る昨年と同じような立ち回りが基本線でしょうから、あまり無理はしなさそうな点3位予想としています。4位パイレーツは前進の年になると考えています。コンフは結構ベテラン選手を加え、もう少し勝ちに行く姿勢を見せているところですし、ミチケラ、ロアンジー・コントレラス、クルーズら若手選手たちがさらに飛躍する年となれば、昨年のように100敗するような感じとはならないでしょう。レッズもグリーンやロドロなど若手の成長が楽しみな1年で、どう並べるかは迷ったんですが、レッズはパイレーツほどに積極的にベテラン獲得には動かず、メジャーレベルの選手層にやや不安を抱えていそうな点を考慮して、4位パイレーツ、最下位レッズとしてみました。では最後は西地区ですが、昨年はドジャース、パドレス、ジャイアンツ、ダイヤモンドバックス、ロッキーズの並びでした。昨年もいつもと変わらずと言ってはおかしいですが、ドジャースが信じられない強さを発揮してシーズン111勝、フリーマンの補強が見事にはまり、さらにアンダーソンのブレイクなどもあって圧倒的な戦力を武器に圧倒的な強さをレギュラーシーズンでは誇りました。2位がパドレス、タティスが怪我、さらには禁止薬物使用による出場停止で全休という想定外の事態など誤算はありましたが、メルビン監督の下で堅実な戦いを見せてのプレーオフ進出、ディビジョンシリーズはついぞビート LA を完遂しました。3位ジャイアンツは電撃引退したキャッチャーポージーの穴が想像以上に大きかったのと、ロースター全体で故障者が多かったですね。柔軟な選手起用が2021年に107勝を挙げる原動力となった部分はあったと思いますので、そこが制限されてしまったのは痛かったかもしれません。4位がダイヤモンドバックス、2021年に MLB ワーストタイの勝率だったことを考えたら大健闘でした。先発の2枚看板ガレンとケリーがブレイクしたのは明るい材料ですし、打線も若手が輝いたりとプラス要素も多い1年だった印象。そして最下位がロッキーズ、補強の目玉ブライアントが怪我でほぼプレイできず、現有戦力でのコンテンド体制がまだ実を結ぶには至っていませんが、こちらもマイナーの層は厚くなってきてはいますので、これからのチームといったところでしょうか。さあそんな西地区、今年の私の予想はこちらです。優勝パドレス、2位かドジャース、ジャイアンツ、ダイヤモンドバックス、ロッキーズと予想します。パドレスは今年地区を取る必要があると思いますし、そのためには何でもすると個人的に考えています。圧倒的な強さを誇ってきたドジャースから主力選手がかなり流出し、また例年のドジャースと比べてその穴を埋めるための補強もそこまで積極的には行いませんでしたので、パドレスにとっては今年は本当にチャンスの年。ボガーツを加えタティスも復帰予定と、例年のドジャース張りのスター軍団を引っ提げ、モメンタムは確実にサンディエゴに来ています。タティスをフルタイム外野起用する意向だったり、マスグローブが早速故障、ダルビッシュ選手は WBC でまだ調整不足だったりと、いろいろロースターに問題を抱えているチームであるんですが、今年地区優勝しなかったら本当にいつするのという話ですし、フロントもそれを理解しているはずですので、夏のトレードデッドラインでもあらゆる手を打ってくることも込みの優勝予想です。そのため2位はドジャースとしましたが、まあ正直一歩後退したとは言われながらも、なんだかんだ強い姿も見えはするんですけどね。あれだけの強さを誇りながらも、なぜかプロスペクトも豊富に持つドジャースご自慢の若手たちが一気に台頭し、優勝をパドレスからかっさらっていく姿も想像できちゃうんですが、とはいえ例年のドジャースと比べて不確定要素を多分に抱えているのもまた事実。
パドレスの勢いに今年は押されるかもなと思いまして、優勝パドレス、2位ドジャースと今年はしてみました。3位はジャイアンツ、チームのコアに据えるべくジャッジ、コレアの獲得に積極的に動くも残念ながら実現はせず、その分の資金をハニガーやコンフォルトなど中堅クラスの獲得につぎ込みました。ロースター自体はなかなかだと思いますし、先発陣もロドンが抜けたとはいえソリッドな面々が名を連ねていると思いますが、コアを欠く打線がどうかなと。4位はダイヤモンドバックスとしましたが、3位ジャイアンツと順位入れ替わる可能性も全然あると思っていまして、モレノが加わりキャロルが新人王候補、ファートの昇格も見込まれているなど若手の成長著しく、その活躍ですとか勢いですとか、そういったものによっては3位に食い込む展開は全然あるんじゃないのかなと。現状はジャイアンツの方がロースターの完成度、チームとしてのフロア高そうなのでこの順位としていますが、ちょっとダイヤモンドバックスは今季注目したいチームですよね。で、最下位はロッキーズ。まあ今の西地区の状況だと立場は厳しいです。コンファブルペンを多少強化し、あとは WBC で就活に成功させたプロファーを加えたくらいが主な動きですが、同地区の他球団を上回るほどの戦力化は微妙。若手有望株は揃いつつありますので、メジャーマイナーを含めて成長を楽しむ1年となりそうですかね。はい、ということで2回にわたって両リーグの順位予想をしてきました。振り返ってみてあまり攻めた予想はそんなにない気がしながらも、プレーオフ枠の拡大もあってか最近は上を目指すチームも多く、どう順位を並べるかについては実は結構迷う部分も多かったです。あとはこれがどれだけ当たっているか、昨年がまぐれだったと言われることのないような結果となることに期待したいです。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後ですね、MLBに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。